千葉市図書館は、千葉県千葉市の私立の公共図書館である。中央館である、千葉市中央図書館のほか、各行政区ごとに、地区図書館が1館ずつ設置されており、全部で7つの図書館がある。他に7つの文館と21の公民館図書室がある。また、移動図書館も運用している。1970年3月に、千葉市立図書館も計画が策定され、 これに従って、北部、南部、東部、小手橋、高須、都の6館が順次整備された。その後、2000年始、この時、都図書館を除く各館の館名は、行政区名と一致させることになった。中央図書館は1991年に、基本構想が作られ、1994年6月に、千葉市中央図書館、 生涯学習センター等複合整備計画が策定され2001年4月に開館した。これにより中央間1館地区間6館の体制となった。原則として自由に利用可能。ただし、市外居住者の場合は、インターネット予約、電話予約、電子メールレファレンス、有料宅配サービスなど一部のサービスが利用できない。 千葉市中央図書館千葉市中央図書館は千葉県千葉市中央区弁天3丁目7番7号にある千葉市図書館の本館である千葉市障害学習センターと合同の建物として2000年に竣工し2001年4月に開館した詳細は千葉市中央図書館を参照千葉市宮古図書館は千葉市中央区都庁3の11の3にある千葉市図書館の一つである 白旗文館も保有している。1989年11月25日開館。宮古図書館発揮文館は、千葉市中央区白旗1-3-16にある、千葉市宮古図書館の文館である。南部青少年センターに併設されている。1973年11月5日、南部図書館として、開館。2000年4月1日、宮古図書館発揮文館に降格。 千葉市花見川図書館は、千葉市花見川区小手橋第5の9の7にある、千葉市図書館の一つである、花見川団地文館も保有している。1978年5月1日、小手橋図書館として、開館、2000年4月1日花見川図書館に改称。花見川図書館花見川団地文館は、花見川、花見川市民センター、 青少年サポートセンター北文室との複合施設となっている。1979年7月25日、小手は市図書館花見川文館として開館2005年4月1日改築。千葉市稲毛図書館は千葉市稲毛区小中第5の1の1にある千葉市図書館の一つである。千葉市図書館としては最も早く1972年6月1日、 北部図書館として開館。1997年4月17日開築。2000年4月1日、稲毛図書館と改称。千葉市若葉図書館は、千葉市若葉口白台西2-1の一にある、千葉市図書館の一つである。斎イト文館と泉文館を保有している。1974年8月1日、東部図書館として開館。2000年4月1日、 若葉図書館と解消。若葉図書館サイトが文館は、若葉区サイトが2の8の8にある、千葉市若葉図書館の文館である。1980年10月24日開館。若葉図書館、泉文館は、若葉区の老町622の10にある、千葉市若葉図書館の文館である。白井公民館に併設されている。2006年3月25日開館。 千葉市緑図書館は、千葉市緑区お弓の3の15の2にある、千葉市図書館の一つである。鎌鳥コミュニティセンターに併設されている。あすみが、丘文館、土家図書室も保有している。2000年4月1日開館。緑図書館あすみが、丘文館は、緑区あすみが丘7から2から4にある、千葉市緑図書館の文館である。土家あすみが、丘プラザ内にある。 1993年5月6日、南部図書館あすみが丘文館として開館。2000年4月1日、新設された緑図書館に移管。緑図書館土家図書室は、緑区土家町1634にある、千葉市緑図書館の文館である。土家市民センター内にある。1973年11月5日、南部図書館土家図書室として開館。 2000年4月1日、新設された緑図書館に移管。千葉市三浜図書館は、千葉市三浜区高須3の12の1にある、千葉市図書館の一つである。高須コミュニティセンターに併設されている。歌瀬文館も保有している。1980年11月16日、高島図書館として、開館。2000年4月1日、三浜図書館と解消。 三浜図書館宇多瀬文館は、千葉市三浜区宇多瀬2の13の幕張ベータ運、小穴内にある千葉市三浜図書館の文館である。2002年4月2日開館。市内に27の移動図書館ステーションがあり、2週間に1回、移動図書館社、泉号が巡回している。ありがとうございます。